政見放送ならぬ Window of Society 7政見放送皆さんこんにちは、工藤沙織です。元気ですか？そう、元気が大事。元気があれば何でもできる。そう、まるであの伝説のプロレスラーみたいにね。さて、今日はですね、日本の未来について工藤沙を話してみたいと思います。政見放送ならず名言放送ってとこかな。なんか今って未来がちょっと不安じゃないですか。でも大丈夫、俺たちにはスマホがあるからね。バッテリーが切れる時以外はスマホなしでは道には、迷っちゃうし、友達とも連絡取れない。でもちょっとスマホから目を離してみると、世間にはもっと面白いことがたくさんあるんですよ。例えば電車の釣り広告ね。今世の中で起こっている出来事を知ることができます。誰の悪口が書かれまくってんのか。どっかの闇将軍が手を回してね、誰かを悪者に仕立て上げようって、そういったこともね、推測できるんですよ。紙メディアっていうのは読むの面倒に思うかもしれませんが、実はめちゃくちゃ面白いんです。これ多くのプロパガンダが入ってますから。天の弱な僕なんかはね、逆を行く目安にするんですよ。電車に乗るときはとにかくですね、釣り広告を注意深く観察するんです。面白いことが溢れてますよ。はい、一つ目の政策。外出時にはスマホは使わない。今日5つのね、政策を言ってみますから。続いてはですね、地元のイベント、こういうの参加してますか？ふるさと祭りとかこういったやつですね。いつも気の合う友達だけと遊んでいると、新しい人との出会いとかね、地元の懐かしい人に出会ったりとかね、新しい趣味を見つけたり、こんなことできませんからね。もしかすると、あなたの知らないところで、本来出会うべく最高のパートナーが知らない誰かに口説かれてですね、ドローンサッカー大会に参加してるかもしれませんよ。いや、これ実在するんですよ、ドローンサッカーっていうのは。それにね、リアルな人間関係っていうのはですね、やっぱ大事です。出会う可能性がないね。例えば有名人、YouTuber でも芸能スターでもいいんですけども、入れ込んでも何のリアル感も得られませんからね。僕だって40年思い続けた聖子ちゃんと同じ空間に入れたっていうのは3年前の横浜。50メートルぐらい間隔ありましたからね。できるだけ多くのいろんな方と直接会って話すことが思わぬ共感や絆が生まれる最良のチャンスだと思います。もちろんね、外れも多いんですけども、当たる確率は確実に増えます。はい、二つ目の政策。できるだけ多くの人と直接会って話そう。イエス！次はですね、日本の経済についてちょっとお話したいと思いますね。ほら、失われた30年とか、ずっと停滞してるとか言われる今の日本経済ですが、心配しないでくださいね。まず、経済の停滞っていうのはですね、ずっと同じ場所でこう、ジョギングしてるような、そんな感じなんですよ。走っているけど全然進んでないと。でも、少なくともカロリーは消費しているわけですから、健康にはいいんじゃないですかね。ここはね、ユーモアで切り抜けましょう。はい、三つ目の政策。経済はユーモアで活性化する。次はですね、少し深刻な話をしますが、心配しないでください。笑いながら学びましょう。地球温暖化についてなんですけどね。今年も暑かったですね。いや、こう暑い日が続くとですね、今日はビーチに行こうなんて若い人はなるかもしれませんけども、でもいつまでも水着姿が様になるわけではありません。永遠にキラキラスタイルがね、保てるってわけでもないわけですよ。それにね、
温暖化が進んで南極の氷が溶けると、ほとんどのビーチが消滅してしまうんですよ。南極のペンギンたちを受け入れてくれるスケート場を用意しなければなりません。あと、プラスチック汚染ね。便利だからって言ってね、プラスチック使いすぎると、魚たちもね、困ります。海の中、まるで巨大なプラスチックのゴミ箱になっちゃいますと、新型の魚と間違えて、おい、あいつまぶいな、とプラスチックに恋をしてしまい、魚の減少の原因にもなったり、これ食べれるのかなってバクって食べてしまうバカな魚も出てくるでしょ。だから、キャワイイ、なんていうのかな、マイボトル、あとはこういう、キャワイイ、エコバッグね。こんなのを使うところで、こういうのを使うところでですね、ちょっとしたヒーローになれるんですよね。かっこいいでしょ？そしてね、日常生活では自転車を最大限利用してみるとかどうでしょう？そうすれば環境にもいいし、足もスラッとしたスタイルに自動的になるかもしれません。え？時間に遅れちゃう？まあそれもね、エコな理由ってことで正論で説得しましょう。スマホでエコなライフスタイル、これね、検索してみると新しい発見もあるかもしれません。スマホって本当に万能ですよね。はい、4つ目の政策、エコエコアザラク。は？最後にですね、これはまあメッセージというかですね、違う価値観を持つ人との出会いと壁をなくす政策です。考えてみてください。あなたが世界のすべてを知っているわけじゃないんですよ。だからこそ違う意見や価値観を聞くことで新しい視点を得ることができるんです。例えば友達が、実は僕は昆虫食が大好きなんだ。と言ったらどう答えますか？マジで？って思うかもしれませんが、それも一つの壁です。まあ、試してみるかどうかはあなた次第ですが、SNS っていうのはね、世界の様々な価値観との出会いと理解のチャンスなんですね。そこで得た情報を経験に変えて、自分の成長につなげていくことができたらとても素晴らしいですよね。新しい友達と一緒に新しいことに挑戦したり、SNS で興味深いトピックを探してみたり、自分と違う価値観を持つ人との交流も視野を広げる素晴らしい機会です。結局のところ、今の自分が関心がないところに新しい好きなことが隠れていると考えたらどうでしょう？それを見つけてね、自分の情熱をこうメラメラ燃やして人生の原動力にしてください。未来は皆さんの手の中にあるんですね。楽しみながら学び、成長していきましょう。そして違う価値観を持つ人々との出会いを楽しんで、新しい発見をしていきましょう。はい、5つ目の政策。違う価値観を持つ人たちとの出会いで自分を変態させよと。よう、皆さん聞いてよ。平和と多様性について話そうよ。戦争も争いももうやめようよ。違う価値観尊重しようよ。みんな違って、それが人間の美しささ。僕らには未来があるはず。平和の道を歩こうよ。人は違う。それがカラフル。だからこそ世界はワンダフル。多様性、分断はいらない。みんなの違いを愛し合おうよ。違う意見も聞いてみようよ。お互いを尊重、それが大事。同じ空の人みんなつながっているよ。戦争じゃなく話し合おうよ。平和な未来を築こうよ。よ。これが俺らのラップ。平和と多様性を称えようよ、ということでですね、工藤沙央の名言放送、これで終了します。それでは皆さん、またお会いしましょう。明日の選挙、まあみんな
頑張っていきましょう。バイバイ。